おしおどの神社は、三重県伊勢市二見町村にある内空所管者で、神事に欠かせない、形を作る施設を備えている。おしおどのの読みは、神宮では、三塩殿であるが、二見町では、三お殿と呼ぶ。おしおどの神社境内おしおどの神社は、伊勢神宮の神仙として神事に使う形を作る、設備を備えた神社である。所在地は、 三重県伊勢市二見町をあざそう。面積は27,785平方メートルである。章の地名は平安時代に神宮により開拓された二見町に由来する。古くは社殿を持たず、剣士を焼き固める作業を行う施設である、お塩殿の中に祀られていた。お塩殿神社の境外の二見町西に、沿田のお塩浜、境内にお塩急入所。 お塩焼き所、お塩オ蔵お塩殿があり、境内の施設では、省の住民の奉仕により声援が行われる。お塩殿神社は内空所管者であるが、下空で用いられる。剣士をもお塩殿神社から供給される。内空へ新選を収める立場とされる下空が、供給される立場になった理由として、片田神社との混同があったとする説がある。かつては、 現在の伊勢市二見町から伊勢市大港町にかけての伊勢湾沿岸で声援が盛んであったが、瀬戸内海を中心に入浜式沿田が広まってからは衰退し、この一帯の沿田はお塩浜のみとなった。神宮の神事に用いる神仙などを調信する施設をご領地と呼ぶ。神社とされるご領地はお塩殿神社の他に木の布を調信する神福。 食器殿神社と麻布を調神する、関王美畑殿神社の両器殿が、いずれも松坂市にある。お塩浜お塩浜前の石津川水門お塩浜は、お塩戸の神社に付属する殿伝で、面積は6,609平方メートルである。神社ではないが、黒木の鳥居が設けられている。お塩戸の成立当初は日本には殿伝による、生塩の技術がなかったため、 塩を得るために単純に海水を煮詰めていた。塩田の技術が確立してからお塩戸の近くの砂浜に揚げ浜式塩田として作られたのがお塩浜であるがお塩浜が作られた年代は記録に残されておらず不明である。塩田技術の発達に伴い入り浜式塩田に改良された。海食と地盤沈下による海岸線が交代したため、 1751年に、杭を打つなどの護岸工事を行ったが、お塩浜の維持が困難となったため、石津川川口近くの右岸に、入浜式園田として移動された。明治維新後に新政府の上地令によりお塩浜は没収されたが、神宮は1877年に、押尾浜の土地を購入、1897年から声援が再開された。 古来使用されていた海水を寄水へ変更した年代と理由は記録に残されておらず不明であるが昭和63年発行の二見町市では時期を1640年頃理由を西地区の海岸の砂浜では海食を受けやすいことから海岸を避け同じ西地区内の川岸が選ばれたと考察している毎年7月下旬の土曜の頃の満潮時に 石津川の堤防に設けられた水門を開き、お塩浜を塩分濃度2%程度の石津川の、汽水で満たし、塩所の天日で水を蒸発させ、塩分濃度20%前後の冠水を得る。この作業は1週間行われ、冠水は損に詰められ、お塩吸入所へ搬入される。お塩浜での作業は、かつては、二見町西の住民が奉仕していたが、お塩浜が、 石津川へ移動した後に、対岸の伊勢市一式町の住民が奉仕するようになった。お塩焼き所お塩焼き所は冠水を鉄鍋で煮込み、嵐を終える施設で、給入所の西隣にある。建築様式は、ご塩給入所と同様の天地根元作りであり、お塩給入所より大きい。忌み火による冠水を煮詰める作業は8月に行われる。お塩給乳所ご塩給乳所は、 お塩浜から運ばれた冠水を壺で保管する倉庫で、お塩戸の神社境内の北部海岸よりの東側にある。お塩吸入所の建築様式は、天地根元づくりと呼ばれる。江戸時代には住居の原始的様式と考えられたが、考古学の発達とともに遺跡の様式に合わないことが判明し、後世に考案された様式とするのが定説となった。 お塩蔵お塩蔵は、焼け塩で得られた嵐を保管する倉庫で、お塩殿の板垣内の向かって、右奥にある。8月に作られた嵐はここに保管される。お塩殿お塩殿は嵐を焼き固め検証を得る、施設である。屋根は、かやぶきで鳥と板垣が与えられているが、社殿ではない。8月に作られた嵐を、毎年12月と3月の2回に分け、 年間約300から400個をお塩土の内部で焼き固める。三角水の土器の型に荒塩を入れ、埋水で起こした火である忌み火を使って御縁殿内で焼き固め、剣塩とする。これらの工程を経て得られた剣塩をお塩と呼ぶ。お塩をお塩土の神社から神宮まで運搬する経路は定められており、これをお塩道と呼ぶ。現在の地名ではお塩土の神社二見町。 山田源二見町、溝野口通り町黒瀬町、上久川崎吹上本町下空で、正常を保つために、黒瀬町の立花神社での休憩時以外は、お塩を入れた筆を下ろすことは許されなかった。かつては人力による輸送であったが、交通事情の変化に合わせ、昭和30年代から自動車輸送に切り替えられている。お塩戸の神社の祭神は、 お塩殿の鎮守神とされるが、遠藤沖縄であったとする説がある。由緒は定かではないが、804年の延暦儀式帳にお塩殿とお塩焼き殿が記されている。平安時代の10から11世紀にお塩殿近辺に二見省が開拓され、下空の領地とされた。室町時代の1486年から江戸時代初期に二見は武家に支配され、 お塩殿の運営が困難になった。江戸時代初期に二味を支配していた蕎麦藩主の久喜家が後目騒動により会役処分となり、1632年に二味号は診療への復帰が認められた。明治維新後の1871年1月、新政府は常智令を出し、全国の寺社から境内を除くすべての領地を没収し、診療の制度は廃止された。 これにより、お塩浜が没収され、荒塩が作れなくなり、神宮は、よそから購入した荒塩をお塩殿で焼き固め、神事に使用した。神宮は1877年に、お塩浜の土地を購入し、1897年に、お塩浜とお塩殿神社でのお塩調神が再開され、旧神領の住民が作業を奉仕する伝統が受け継がれた。 毎年10月5日におどの祭りが行われる。おどの祭りでは、より良い形が、より多く得られるように祈るとともに、声援に携わる作業者の安全を祈る。社殿おどの神社の社殿は、境内中央にしより、山道から向かって、左に位置し、独立した鳥は持たない。内空に順次打ちそぎの地儀と六本で偶数の、カツオを持つ神明作りである。 神社として社殿が与えられるようになった時期は不明である。ありがとうございます。